トモさん、こんにちは。こんにちは。海外進出の初めの一歩。はい。で、意外と海外ってなんか怖いねとか、はい、情報がないとか、うん、金かかるとか、はい、結構そういうこと言われるでしょ、トモさんも。言われますね。ね、一発目に僕は留学した経験があるんだけども、うん、海外に行くって言うと、でしばらくやっぱり昔はほら今みたいにメールとかないから手紙でのやり取りだから、昔手紙だよね。そう、手紙でやり取りしてるから何週間もかかっちゃうし、うん、めんどくさいから書かなかったの3ヶ月ぐらい、うん、そしたらもうなんか死んじゃった説みたいなのが巷で流れたりとかやっぱりみんなやっぱりそういうイメージを持っちゃって、うん、そのまま今まで引きずってる人結構多いんじゃないかなと思う、うん、で今回ね、一応3部構成で僕ら対談進めようと思うんだけど、はい、その今回第1回目が海外、そんなに実は敷居は高くない、高くない、うん、海外に出ることっていうのはそんなに敷居は高くないっていうのをちょっとテーマに話を進めてみたいと思う。はい、うん、今時代に恵まれすぎてるからね。もうめちゃめちゃ恵まれてますね。ね、今トモさんが言った、うん、もちろん昔はメールじゃなくて手紙でしょ、うん、で携帯もないでしょ、もちろん、うん、しかも電話なんか日本にか海外からね、日本にかけようもんなら1分いくらじゃなくて秒で何百円みたいな世界だった。国際電話なんかも絶対かけられない状況だったでしょ、うん、そんな状況だった。今スカイプがあってフェイスタイムがあってフェイスブックもあって、あって、それでもなんかリアルタイムで向こうに旅行してる人が写真、動画アップできるようになってるから、うん、そんなにもなんかこっちとつながった状態だから海外にいる感があんまりないね、ないと思うんですよ、うん、もうせいぜいなんかこっちは日が沈むのに向こうは日が昇ってっていう時差を感じるぐらいで、そうそう、時差が感じられるぐらいで、うん、最近僕友達でその Facebook でちょっとメッセンジャーとかでやり取りするとやっぱり時差もあるんだけども、うん、海外との違いってその時差ぐらいしかあんまり感じない。そうね、まああと言語か。ああ、なんだろう、言語はね。まあでもね、いろんな面でやっぱり、まあ、インターネットとか航空業界とか、まあ、金融のインフラとか物流インフラ、いろんなものがものすごい勢いで発達してきたじゃないですか、うん、それでやっぱり昔に比べたら絶対恵まれてる時代がやってきたと思うんですよね。そう、もうだから航空券も昔はやっぱりほら、うん、高かった、片道何十万とか買えない、うん、僕も最初にだから一番最初に留学行った時片道の、うん、航空券がやっぱり18万とか、あそのくらいしてたから、今だともう本当ファーストクラスで行けるような値段だったよ、ね、それが今だから LCC とかも使えば、あ運万円どころ下手したら運千円で行けちゃう海外いっぱいあるし、ね、さっきトモさん言ってたのがなんかなんだっけ、アメリカで9000いくら、9800円って名古屋も行けないですよ。で面白いのが、うん、よく僕はほらアメリカのツアーをコンサルしたりとかしてるんだけども、海外に行くときに高いからって言うから、うん、じゃあ航空券の格安チケットを調べてみてよって言って、簡単にヤフーの、うん、その旅行のサービスのところの格安航空券みたいなのがあって、うん、それを調べれば本当にもう1キュッパーとか、うん、そのくらいの値段は普通にあるんだけど、うん、これみんな知らないの、うん、そんなところでそういう1キュッパぐらいの値段でロス往復のチケットが売ってるっていうこと自体を知らない。だから多分ね、アンテナの感度とか向かってる方向の違いだと思うんですよ、うん、そのアンテナがやっぱりその海外の情報にこのもっともっと入っていきたいっていうアンテナを持ってる人は、うん、多分そういう情報にたどり着くんですね。そう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 、うん、で航空券もそうだし、あとどこの国でどんなことが起きているとか、うん、どんなチャンスがあるとか、うん、まあ、そういった情報の一切合切ってやっぱりそういう人にしか入ってこないじゃないですか、うん、最初のやっぱりなんだろうな、調べるっていうこと自体をなんかやってない気がするんですよ、うん、そうね。であとね、よくいろんな人に言われるのが、うん、これまで全く海外に興味なかったんですけど、うん、一回海外に行ってみたら海外の面白さにハマりましたと、うん、でそれからもう旅行オタクになっちゃったぐらいの人も結構いっぱいいるんですよ。結構いろんな話聞くのが、まず最初言ったら海外言葉が通じないと、あと要するに怖いっていう、怖い、治安はどうなのかとか、うん、食べ物大丈夫かとか、実際向こうに行ってみたらすごい親日の人多いから日本語で話しかけられることも多いし、でなんて言うんだろう、すごく親切にしてもらえることってある、うん、あるね、うん、でそれって結局行ってみないと自分が体験しないとなかなか分かんないんじゃないかな。俺ってそうですよ、俺最初の海外旅行って
23か4ぐらいかな。その時に昔の学生の時の友達に誘われて、アメリカ行こうよって言われたんですよ、うんうん、でアメリカのロサンゼルスとラスベガスに行ったのが初めての海外旅行だったんだけど、その友達に誘われた時も、うん、海外行こうよって言って、うん、いやいやもう金ないよって言ったの、うん、いくらかかるのかもわからないの、うん、何日間でどんなことやるのかも内容も全然聞かないで、うん、何にも分かってないくせに、うん、いや金がないから行けないよって言って、うん、その時一発目断っちゃったんですよ。あら。でも実際はその時あのラスベガスの格安ツアーで、うん、なんか全部ホテルも飛行機も全部ひっくるめて4万いくらのツアーがあるから、うん、石庵これ行こうよって言われて、もう無理やりその友達に連れてもらったのがきっかけだったんですよ、うん、でそれで俺世界変わっちゃった、うん、初めて行った海外旅行でそれで、あ、こんなに日本とは違う非日常があるんだと、世界が違うんだと思ったんだよね。これはね、最初その、まあ、留学5年間アメリカに留学してたんだけども、留学してね、もともとはその中学校ぐらいの時からすごいアメリカに対してアメリカの文化とかカルチャーに憧れがあったんで、うん、いつかアメリカに行きたいと思ってて、うん、で、まあなんだかんだ大学受験失敗してフリーターになってみたいなことやってて、うん、やっぱお金ないから、うん、そのしばらく諦めてたの、うん、で諦めてたんだけど、いややっぱりダメだアメリカ行きたい、なんとかならないかなと思って、うん、でちゃんと就職しようとして、うん、アメリカの輸入雑貨を扱ってるお店に就職して、うん、でそこに就職して、で仕入れのために向こうに連れてってもらった一回。いきなりなんかビジネス絡みのとこだった。そうそうそう、とこでだったんだけど、もう旅費も会社持ちだし、向こうの宿泊も会社持ちだし、もちろん飯とかも全部食わせてもらってとかだったんだけど、要するにその大きい会社じゃないから、その社長が全部自分でチケット取って、で向こうはもう安いモーテルを泊まって、移動は全部レンタカーで、楽しそうで、フリーマーケットとかいろんなその雑貨屋さんとかを回って、段ボールにその雑貨を詰めて、ステーションワゴンみたいなやつの後ろに荷物満載になって、ロスとサンフランシスコを往復した。うわ、楽しそうですよね。それでもめちゃくちゃ楽しかったから、だから今俺があのアメリカ旅行をコンサルしてるんだけども、普通のそういう綺麗なホテルに泊まったりとか、そういうのやるわけ。去年俺が11月に行ったのもそうだったんだけども、レンタカーを借りて、泊まるとこ決めずに走りながら、今日はここに泊まろう、じゃあその近辺のモーテル探して泊まるみたいな、いい、ね、そのスタイルな、アメリカの地べたを這うような旅行だよね。そうそれってすごい、やっぱりお金もかからないっていうのもメリットだけど、やっぱり現地の生活者の目線でいろんなところにやっぱりこうやって届くっていうのが魅力だったりするんだよね。だからアメリカなんか特に美味しいレストランとかそういうのもあるんだけども、そういうのに行くよりもやっぱりハンバーガ ーで、日本には入ってきてない地元のちっちゃいこう1店舗でしかやってないようなハンバーガーとか、メキシカンの料理屋とかとか入ると、たまにまずいものはあるけど、でもやっぱり向こうでしか食えないめちゃめちゃうまいものもあるし、アメリカってなんか美味しいものないみたいなイメージあるけど、絶対それ違うと思うし、で下手すればキッチン付きのところに泊まって、安いあの300円か400円ぐらい の, あのアメリカンビーフ買ってきて自分で調理して食うとかっていうスタイルもできるし、面白いな、それは。そう、でもそういうスタイルってアンテナ張って自分でやろうとかしないと、ツアーでは絶対そういう旅行ってできないから。でも今はもう本当普通にできると思うんだよね。そうだね、でね、やっぱりあの今日本がね、これどんどんその若い人の人口も減ってって、まあ、少子高齢化どんどん進んで、で経済規模もまあ縮小していく中で、やっぱり日本だけ見ててはいけないと思うんですよ。で特に地方の人ほど、やっぱりその地方の人は東京を目指すんではなくて海外を目指した方がいいんじゃないかなと思うんですね。でその方がやっぱりさっきトーマスが言ったように、まあ日本の技術とかアイデア、商品、サービスとか、もうアイデンティティもね、外国人にものすごい評価高いじゃないですか。あの面白いのが、この間話したじゃん、英語勉強するのに、あの英会話のあのポッドキャストがあるよって話をしてて、あん中の話で、その僕の友達も何人かアメリカ人の人いるんだけども、まず最初やっぱり大きい都市に来るわけじゃないですか。大阪だったり、東京だったり来るんだけども、こっちでなんか英語の学校とかをやると、地方に飛ばされる。地方の学校とかに赴任したりとか行くことが多くて、そうで、アメリカ人が日本のイメージで東京とかそういうイメージを持ってる時に、地方に石川とか、すごい田舎の方に行くと、その田舎の良さにはまるんだよね、外国人が。だからその
やっぱりなんていまだにその昔らしさが残ってる、そのお祭りがやってあったりとか、東京にはない、都会にはない田舎のすごい良さに惹かれて、だからすごいそこに住みたいと思う外国人もいっぱいいるから、逆に田舎の方がどんどんまだ知られてない魅力が海外にこう発信できるんじゃないかな。ああそうだね。だから地方の人ほどやっぱりこれからその海外目指してほしいし、やっぱ海外目指す時のその0から1の部分、その最初の一歩っていうのを、まあ本当にちょっとしたところから始まるから、まあそういうのちょっと動いてほしいなと思うんでね、第2部でちょっとそういう話しましょうか。はい、ね、よろしく。まずはそのぜひ海外の方に目を向けてほしいってことで、意外とそんな敷居は高くないっていうことを、まあ皆さんにお伝えしたいなと思いました。第2部は初めの一歩、どんなことができるか、そうね、はい、話しましょう。